今回は三陸でアイナメを狙います。三陸海岸でアイナメを狙ってみましょう。アイナメは本来岩礁帯に生息している魚ですから、磯や堤防を釣り場に選ぶと良いでしょう。今回のタックルを紹介しましょう。まずロッドは6フィートから7フィート、リールは2500番、ラインは8ポンドテスト、ショックリーダーは16ポンドテストがセットしてあります。それから今回はソフトルアーの釣りになりますから、ショックリーダーの先にはジグヘッドをつけます。ソフトルアーとはこのように柔らかい素材で作られたルアーのことです。ちなみにミノープラグのような硬い素材で作られたルアーのことをハードルアーと呼んでいます。ソフトルアーではアイナメの他にカサゴやソイといった根魚たちを釣ることができます。いらっしゃいませ。お客さん、アイナメ釣りは初めてですね。アイナメ釣りは昼間でもできる釣りですので、いろんな方が釣りにいらっしゃいます。中でもいつもこの先の堤防で釣っている女性の方はアイナメ釣りの名人と呼ばれてるんですよ。多分今日も来てると思います。アイナメ用のソフトルアーを買います。釣れますよ。私この辺りで釣ってますので、何かわからないことがありましたら聞いてくださいね。
どうばっかや。ちゃんとリリースしてくださいね。
美味しそう。今回はここまで。